はい、それでは試合後のインタビューをさせていただいて始めたいと思います。よろしくお願いいたします。試合後の率直な感想を聞かせてください。まあ、そうですね、まあ、KO 本当は一本取りたかったんですけど硬くなりすぎて、まあ、取りこぼしたなって感じですね。まあ、大体か、まあ、勝つ試合より前、まあ、こんなになっちゃって、まあ、最近ちょっと KO 一本にちょっと遠ざかっちゃったんで、まあ、ちょっと勝ち急ぎすぎちゃったかなって感じですね。対戦相手の選手の印象はいかがでしたか？意外と粘り強いというのが印象でした。はい、まあ、映像はちょっと分からなかったと思いますけど、まあ、心強かったと思います。試合はプラン通りでした？いや、全然もう、まあ、プランも何も、まあ、とりあえずは打撃になったら、まあ、これ行こうかなぐらいだったので、まあ、もうちょっと出せれても良かったんじゃないかなって感じでした。相手はストライカーだったと思うんですけど、はい、何か対策はされましたか？あ、もちろん、はい、対策はしてきたんですけど、まあ、それでもやっぱ、まあ、しっかりやっぱ向こうも作戦立ててきたんだなっていう感じの動きを試合中にしました。やはり打撃は停滞してました？そうですね、はい。今後対戦したい相手とかっていらっしゃいますでしょうか？対戦したい相手っていうのは、まあ、そんなに、まあ、これで試合組まれれば、まあ、誰とでもやるっていう感じなんですけど、誰とやりたいっていうのはないんですけど、まあ、ベルト関係なしに、やっぱりいつか手塚さんにはっていう実践を、もがく本音です。今後の目標や展望などあれば、お聞きできますでしょうか？そうですね、まあ、雷神にまた声かかれば出たいけど、まあ、別にそこまで雷神にはこだわりのことそんなにないから、まあ、グラちゃん来年は15周年やるみたいな、まあ、そこでふさわしい試合をしていきたいと思ったんだけど、まあ、それに似合うように実力の選手にまたなっていきたいという感じです。最後にファンの方に一言お願いします。まあ、本当いつも試合のたびになんかもうファンの皆さんから例えばメッセージをいただいたり、まあ、励まされたり、なんか試合するためになんか感謝の気持ちが、大きくなる。前までこんなことはなかったんですけど、まあ、本当なんか背中を押される、まあ、我らこそなんかもっとこう望まれてるような試合をしたいというのもそうだし、まあ、もっと、ね、期待に応えたいというのもあるので、まあ、もっとそれ自身もっと自分が、まあ、糧にしっかり一個一個練習でも生活面でも作っていきたいなと思っています。はい、頑張ります。